さて今回は熊野町の萩原下バス停にやってきました。ここでは一体どんな沿線さんに出会えるんでしょうか。熊野町といえば筆。江戸時代より伝わる高度な製造技術を沿線遺産でも取材させてもらいました。伝統産業が息づくこの町で新たな沿線遺産を訪ねます。また立派な建物ですね。これ多分その昔かやぶき屋根だったんでしょうな。今はその上に瓦が乗っちゃってるけど、さあ西の屋商店と。渋いっすね。よっしゃ、はい、お邪魔します。どうもすいません。お世話になります。よろしくお願いします。まあかの有名な中島さんです、ね、気分がいいですね、まあ、こんなね、すま苦しいところ見せていただいて恐縮しております。あのすごいですね、あの品数豊富というか、はい、いつの間にやりマグロはね、駄菓子屋さんになって名前。もうどれぐらい前からやってるんですか、最初の。110年。さらっと言われましたが、その歴史はおよそ110年。現在は3代目がお店を切り盛り。生活用品から食品、子どもたちが大好きな駄菓子まで、地域になくてはならない商店です。その長い歴史を物語るものを見せてもらいました。こういうふうな昔の領収書があるんですが、西野屋百貨なっとんですよ。ここらがね、百貨商で。本当だ、今のがね、百貨商というのは百貨店ということでいいんですか。まあね、建材から医薬品からね、食料品から全部やってたみたいです。あ、そうですか。それで昔ながらの百貨商言うんでね、あれしとったみたいです。じゃあもういろんなものがあって、展示こういうふうな、見てください、こちらから読んでください、こういうふうに。正直は最上の省略なりでいいんですかね。そんな面白いですか。書いとってんですよ。そんな面白い、ね、僕らそんな面白くないですよ。これが父の代です。はい、あ、お父様の代で、はい、これもすごいですね。信用生命として悪戦苦闘54年、演歌の前工場みたいなね。父の代になりましたら、まったけをやっておりましたんです。かつて全国に名を馳せた広島産の松茸、西野屋商店でも2代目の頃には手広く扱っていたといいます。これらはその名残。シダを敷いて形よく ね、入れて、あの、まあ会社なんかは300グラムずつで入れてですからね。これで、そう、あの、ほじひもで締めて、これを100個ぐらい作るんですよ。いやー、だからね、食事を終わって朝5時頃までかかってました。これはまだその前、まだシダが残ってます。これが、あ、残ってる。残ってるんですよ。平成20年まで取れましたね。はあ。主人が23年に亡くなったんですが、はい、その前はもう1、2年は電用電用言いながら、ね、あの、持ってこられるからやっぱり買ってね、はあ、それで家へ出したり、男へやっぱりね。それでは松茸と共に歩んできた商店に衛生さん認定でございます。はい、かの有名な中島が貼ってきました。本当ですよ。ますますご活躍してください。